中部内陸循環列車、別名オートレーンは、韓国鉄道公社が運行する観光列車である。2013年4月12日に運行を開始した。この列車は、中部内陸系及び白桃大幹の美しい自然景観を循環運行する大韓民国の指揮をデザインした観光列車で、国土の腰と呼ばれる白桃大幹を行き来し、例東線、中央線、 中北線区間をめぐる列車である。車両は、練りろに使用された20万軽電車を改造したもので、両方の先頭車を、エコ車に2号車を、カフェ車に3号車を、家族車にリニューアルしている。2、3日券を発見し、自由席は2日券は5万ウォン、3日券は7万ウォンだが、座席指定券は2日、券7万ウォン、3日券は10万ウォンである。 ナドゥリパスを購入すると、この列車だけでなく、一般列車セマウル号は、もちろん、無群派豪徳室までの座席を指定して、乗車可能である。ただし、列車の座席が完売していた場合には、パスを持って立ち乗り席で登場可能であり、乗務員にパスを示せば自由席で案内を受けることができる。パス以外にも、通常の列車のように区間を決めて、 乗車券を発見し途中下車することができる。つつみ川駅栄州駅区間は9500ウォン、つつみ川駅マイナス鉄岩駅区間は17600ウォン、ソウル駅マイナス鉄岩駅区間は43400ウォンである。ありがとうございます。